皆さんこんにちは、ご無沙汰しています。この、コロナウイルスの感染の拡大によっていろんなところに、影響が出ています。皆さんの生活にも、たくさんの影響があり、いろいろと変化をしてきているんじゃないかなというふうに思っています。我々がんば大阪も活動を停止をして、リーグ戦の再開に備えているというところです。まあ、選手たちも本当にリーグ戦の再開が見えない、はっきりと見えない中で、でも我々がこういったメニューをこなしてほしいというものを渡して、それをやっていってくれているというような状況です。今すべきことというのはこれ以上の感染拡大を防ぐということだと思うので、それにのっとった行動をぜひ心がけていきましょう。そしてこの今回のこの状況が落ち着いた時にはまたスポーツで明るい話題を提供していきたいというふうに我々は考えています。本当にね、試合に勝ったとか、ゴールを挙げた時のあの爆発的な喜びとかっていうものがない今の生活ではすごくやっぱり寂しさを感じるし、またああいった瞬間を数多く、味わいたいというふうに思っています。またスタジアムである日を楽しみにしています。